兄の捕縛作戦が決行された後、エルヴィン団長を含む調査兵団の主力はストヘスクにとどまり、事後処理に当たっていた。一方、調査兵団の他の兵士たちはウォールローゼ南部の拠点に駐屯していた。お前ら、すぐに支度しろ。え、今日は訓練はないはずじゃん。ウォールローゼ内地に巨人の群れが現れたらしい。え、それが本当なら壁が破られたということになります。私たちだけでは。兵団の主力はストヘスクから戻っていない。まずは現場に近い俺たちで状況を確認しておく必要がある。それともう一つ、妙な気候種の目撃報告がある。厄介な奴なら早めに駆除しておかねばならん。妙って、あの、気候種はみんな妙ですけど。詳しいことはまだ何も分かっていない。とにかく行ってみるしかあるまい。巨人が村に。まだ人が残ってるんだ、助けてくれ。手分けして村の住人を探そう。ここまで連れてくればなんとかなるだろう。どうだ。みんな、村人を見つけたら縁談で知らせろ。急いで行かねえぞ。ドーバッツ追加。しやがれ。確認。村人を見つけたな。急いで保護し、目標地点まで連れて行こう。頼むぞ。やった。やってやる。分かったぜ。やってやる。
ください。新たな巨人を確認。複数体いるぞ。
助かったぜ。ありがとうな。
どうせ逃げられないわ。やってやる。私は死ぬのよ。何言ってるんですか。さあ走ってください。大丈夫ですから。分かったぜ。はい、取った。
俺も行くぞ。助けられるだけ助けたな。みんな撤退の準備だ。お前ら無事だったか。はい、なんとか。何あれ。まずいよ、17メートル以上ある。巨人っていうか獣じゃねえか。あれが王国にあった貴公子か。見て、こっちへ向かってくるよ。なぜだ、巨人が一斉に走り出した。速い。あの貴公子の仕業が。このまま撤退しても追いつかれちまうぞ。あの貴公子を駆逐してやる。
やってやる。やった。落ちろ。次は絶対に倒してやる。
獣の巨人はどっか行っちまったみてえだな。何だったんだあいつ。貴公子が何を考えているかなんてわからないよ。あいつは明らかに他の貴公子とは違ったと思うけど。ああでけえし毛むくじゃらだし、普通の巨人よりも頭が良さそうだったよな。ただの貴公子じゃないとしたら一体。